皆さんこんにちは、一品館の清原です。2023年のですね、35万円以下のスピーカー40モデル聴き比べということで、その1、その2、その3、ブックシェルフの部が完了しました。で、残っているのはですね、フロア型合計16モデルになります。で、その中でその4はですね、各メーカーから発売されているフロア型の中でミドルサイズですね、ウーハーのサイズがだいたい165から20センチ以下という括りで選んだ9モデルになります。で、残りのその後はですね、各メーカーから発売されている最大型の、シリーズ最大型のフロア型の聴き比べ7セットということになります。その4で聴いていくスピーカーを視聴順にご紹介していこうと思います。ブックシェルフの場合はスピーカーのサイズが小さいので、この概要説明の時にですね、スピーカーを実際に私の目の前に並べることができたんですけども、さすがにあのフロア型大きすぎたり、9ペアをここのあのカメラの枠内に収めることはかなり難しいので、画像挿入ということでね、皆さんには見ていただこうというふうに思います。それではまず視聴順トップバッターですね、ポークの XT70、 これはあの1番バッターということでここに設置しておりますけれども、ついたは 25mm 口径のテキスタイルドーム型というものが使われています。で、ウーハーはですね、この165というものが2発ついていて、この20センチのものは、これはね、駆動系のないあのドローンコーン、この165のですね、ウーハーが動いた時の後ろの響きを拾ってこれが動くということで、まあ、あのキャビネットを鳴らしているということになりますけどね、一応ドローンコーンというんですけど、まあ、昔からある低音を出す方法の一つです。パッシブで低音が出るということで、どうしてもあのアクティブよりは若干低音が遅れるかもしれませんけど、そういう部分も含めて聞こうと思います。ボトムバスネフですね、ここにスリットがあって、下から低音が出るというスピーカーです。で、価格はですね、なんと9万円、ペア9万円という値段になります。で、今回あの聞いていくその4なんですけど、サイズはですね、3辺合計最大が 134.1、 これクリプッシュの R800F ですね。で、最初はですね、非常に小さくて、その半分以下、47.2 というね、まあ、容積でいうと、ブックシェルフの一番大きいの 1.5 倍から2倍以下という小さいサイズなんですけど、ダリのオベロン5っていうものになりますね。で、話戻りますね。2番目に聞いていくのは、ポークの ES55 です。で、ツイーターは 25mm のテキスタイルっていうのはこれと同じで、そしてウーハーは 165mm のダブルになります。3番バッターがですね、ポークの R600。これはあのリングラジエーター型っていうね、あのドーナツ状の振動板を使ったスピーカーで、ウーハーは165のダブルということで、まあ、ポークに関してはウーハーは全部 165mm のダブルウーハーということになります。 R600 はペアで18万8000円。そして4番バッター、これはオーディオプロの FS20 というね、一品館がずっとおすすめしてきたスピーカーですけれども、このモデルはですね、安いんですけど、3ウェイになってます。ついたはですね、25mm 口径のテキスタイルドーム。ミッドレンジはですね、133mm というものが2つついています。で、ウーハーはですね、サイドについているんですけれども、20センチ口径のですね、ウーハーが1つついています。はい、ちょうど真ん中、5番バッターはですね、ダリのオベロン5。ついたは 29mm 口径のテキスタイルドーム。ウーハーはですね、130というあのフロア型としては口径の小さいウーハーが2つついています。価格は15万円、これは非常に小さいです。で、次はですね、ワウフデールから2つのモデルを聞いていきます。ダイヤモンド240とダイヤモンド 12.4、どちらも 25mm のツイーターを搭載しますが、240は 3way になっていまして、ミッドレンジが 130mm のミッドレンジ、ウーハーが165mm のものがついております。価格は18万9000円。 12.4、 こちらの方がまあモデルは新しいんですけれども、併売されております。ツイーターは 25mm のテキスタイルドーム、ウーハーは 150mm のものがダブルということで、価格は19万8000円ということになっています。クリプッシュの保温型スピーカーはですね、2モデル、R シリーズ、安い方のシリーズですね、 R800F、 これはウーハーはですね、200mm のものが、20センチのものが2つついています。価格は16万6000円。RP6000F2。こちらはですね、まあ、振動板がチタンになったりするんですけれども、ウーハーは、サイズの少し小さい 165mm のものが2つついていて、価格は21万円。
この Q モデルを聞いていこうと思います。で、各スピーカーの、ね、視聴に入る前にもう一度それぞれのスピーカーのですね、細かな概要を紹介しようと思います。聞いていくシステムなんですけれども、まずネットワークストリーマーとしてボリューム用のリボを使っています。で、ボリューム用のリボで、ネットワークの信号をですね USB に変換して、で USB 入力付きの小型プリメインアンプですね、エアボーの HD アンプ1スペシャル、こちらを使って、そしてこの SPK300 というスピーカーケーブルで各スピーカーをつないで聞いていくということになります。はい、先ほどからね、外を飛んでいるヘリコプターの音がちょっと入ってますけれども、ご容赦いただきたいと思います。で、この、フロア型のスピーカーのですね、聞きどころ、注目していくところっていうのは、ツイーターのクオリティに関してはこれはブックシェルフ型と同じなんですけど、ウーハーがね2つになったり、あるいはこういうドローンコーンがついたり、でウーハーの口径が大きくなったりということで、やっぱり低音の質感というのが、大型になると量は出るけど質は落ちるというような問題が起きてきます。特に、このポークのですね XT70 のようにですね、これだけのサイズでですね、これ15キロしかないんですよね。ということはやっぱりペア9万円という価格を実現するためのコストダウンとして板の厚みを薄くしてるんですね。そうするとこういうふうにもやっぱり非常にキャビネットが鳴きますから、スピーカーそのもの自体が発生する響きですね、測定的には歪みですけど、スピーカーの響きが大きくなってきます。で、スピーカーの響きっていうのはスピーカーの味わいを決めていけますから、例えばタンノイにはタンノイの響き、 JBL には JBL の響き、 P&W のようにあまり響かないように作られたスピーカーもあります。ということで、やはり大型になればなるほど、このキャビネットが大きくなった分キャビネットの響きが増えて、スピーカーの癖っていうのね、癖とか味わいというのが強くなってきますから、特に中低音の膨らみや遅れ、それについたがどのように追従して音が出ているかという部分を含めてチェックしていこうというふうに思います。はい、視聴に聞いていく曲なんですけど、これはもうすべて共通でですね、インスト3曲、ボーカル3曲、そして2曲を全曲聴こうということで、インスト3曲は1曲目せせらぎ、2曲目がピアノとバイオリンの後藤みどりさんのエルガーの愛の挨拶、3曲目がヒラリ・ハーンさんがソリストを務めるバッハバイオリンコンチェルト、こちらを聴いていこうと思います。で、今までですね、ブックシェルフの時は30秒30秒2分ということにしてたんですけど、途中からですね、音質のメモを取るようにしてます。で、30秒だとさすがにちょっと音質のメモが取りきれないので、曲を少し伸ばして1分半2分ということにしました。で、次ボーカル3曲聴いていくんですけど、1曲目はですね、Never Absolution ですね、これは低音がドーンと入る、こちらが1分40秒ほど。で、2曲目のストレンジャーですね、これは電子音とボーカルが入ったポップスなんですけど、これも少し時間を延ばしまして1分半強ということでね。で、3曲目は玉木さんが歌う夏の終わりのハーモニーですね。で、これはピアノギターの生演奏が入るボーカルなんですけど、こちら2分というふうな曲で聴いていきます。そしてその後に全曲聴くのは島田佳穂さんがピアノのバックでカバーをしているイッソセレナーデと、ベートーベンのですね、ピアノコンチェルト第5番皇帝の冒頭ですね、こちらを聴こうというふうに考えています。ではまずね、一つ目、ポークの XT70 から聴いていこうと思います。